はい、こんにちは、札幌占い病室の山橋の夫です。今日は黒染めかな。はい。どんな感じですか。結構これ見えますかね。黒い色かな。はい。で、まあ結構今の明るさから黒くするので、多分かなり暗めにやんないと、普通のダークブラウンっぽい感じでグレージュっぽくなっちゃうので、今日は、オールディーブの 1N とか 1NB とか真っ黒なやつ、なんかカラスみたいな色を出せるようにいこうと思ってるんで、ブルーと、ブルーは何使うかな、スローのブルーと、あとは 1NB かな、シンプルにその辺でカラーして真っ黒くしていきたいと思います。あ、で今こんな感じでちょっと前触りになってるんですけど、これ以上エクステをつけたいということで、この辺まで、この辺まで、このぐらいまでエクステをつけたい。で、エクステをつけれるベースのカットをちょっとしたいと思いますですね。はい、なんで、エクステはちょっと他の方でつけるんですけど、エクステ用にちょっとカットを馴染むようにカットしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではやります。白髪染めよりも黒いんで結構塗ります。肌ついてもいいように注意ですね、塗らないときは。つけたいですか。つけたいです。はい、つけたい。つけたい。結構きつい。結構。いや、全然大丈夫。ちょっと強引すぎる。大丈夫。ちょっとこれから、黒染めと、カット、大体約1時間ぐらいでやっていこうかなと思います。お願いします。なんで黒くしたいんですか。理由はないですか。一周回って黒が一番いいなっていう、はい、大人ですね。一周回ったんですか。だいぶいろんな色を今まですごいやつはすごいのやってきた。でも確かにこの髪からするといろいろやってたよね。最近やってた色は。最近は、でも最近ピンクとか赤にハマってて、はい、ずっとやってたんですけど、はい、やっぱ色落ちが早いっていうので。あ、今現在ブリーチは何回されてるんですか。トータルで10回以上は。トータル10回、はい、ブリーチ10回してるんですか。それは色落ちますわね。伸びたりして。え、なんでエクステつけるの。なんか痛みすぎて、もう全然伸びなくて。え、エクステって今まで何回ぐらいやったことありますか。初めてです。あ、今までつけたことないんですか。ないです。あ、そうなんですね。で、顔に飛んだりしたやつはすぐ拭いてください。じゃないと取れないんで、本当にこのぐらいになると結構大変なんですよね。で、まあ大体はこれブリーチでもう溶かせないんで、正直ね、そのままね、そのまま塗ってるのもあるんですけど、結構溶かせないじゃないですか。でもいいんですよね。後でシャンプー台でもう一回なじまして、もう一回時間を置いたりしないとムラになっちゃうので、2回ぐらい塗ります。で、1回とりあえず今ベースで乗っけて、馴染んできたら今度シャンプー台でまた塗っていってとか、まあ、やっていかないと、やっぱりこう隙間なく染めないと黒染め結構ムラになる、逆にムラになりやすいので、結構難しいですよね、黒染めって。ただ黒い、ブリーチと黒染めって意外と奥深いというか、意外と簡単そうで難しい。これ多分今全然中の方とかちゃんと今染まってないんで、これからちょっとずつやっていこうと思うんですけど、まあ、ちょっとここの顔の周りのがちょっと怖いんで、そこを先取ります。結構リムーバー使う人多いんですけど、僕はリムーバーちょっと昔痛い思い出があるので、これは飲めるようなアルギニン水を使ってます。アルギニンで、アルギニンを20倍ぐらい水で薄めて、取ってるんですけど、で皆さんこれ
かなり黒色を使うときはまめに拭いていかないと本当に取れなくなるんで、こまめにチェックしていってください。顔周りにちょっとでもね髪の毛触れただけで染まったりし止まったりするんで、気づかないところとか意外と顎の下のあたりだったりとか結構ついたりすることがあるんで、あと放置タイム中お客さんが自分でつけちゃうことも結構あるんですよね。タオルについてるのがついちゃったりとかして、結構顎下とか耳の下あたりとかも詰まったりするんで、結構まめにチェックして見に行った方がいいと思います。で縦スラでチェックしてしっかり濡れてるか、根元側の毛髪が多いところっていうのはやはり結構ムラになりやすい、今もちょっとムラになってるところがあるんですけど、こういうところが出てくるので最後縦にチェックしっかりしていかないと全部濡れないです。そうですね、こういうところも実際濡れてないので、こういうところが結構毛先はね結構毛髪がそぎが入って少ないので濡れるんですけど、根元側の毛量が多いところって結構ミスが多いです。で襟足の、くれ毛というかな、そこがしっかり毛が染まってるかっていうのを確認します。ここが残ってるとそこだけ茶色い、アップした時に茶色くなるんでそこも気をつけてください。あと肌も染まるので肌は最後しっかり拭いといてください。本当ね黒染めやってる人分かると思う、何回もやってる人分かるんですけど、本当顎につくんですよ。なぜかこれ謎なんですけど顎につくんですよ、はい、多分ねこういうのがねこれに飛んだやつがこうなって顎につくんですよ、結構そういうことが多いんで気をつけてくださいって感じで、でこれ一回とりあえず席で塗ったんで時間を置いてから今度シャンプー台でまた色をなじましていってって感じになるんで、まあ2プロセスで塗った方が絶対いいので、洋服についたら本当取れないんで、これついてからだとトラブルになっちゃうんで、本当にですねこのクロスとかも寝た時についたりするんで本当徹底して見ていかないと本当危険ですね。こういうところに色がついてるんですけど、こういうの忘れがちなんですよね。で特にアシスタントさんとかは結構そういうの忘れちゃって、忙しいあまりに忘れてそのまま寝た時に背中の洋服についちゃったりとか、ちょっと弁償問題になっちゃうんで結構そこは慎重に行った方がいいですね。特に黒染めです、染料濃いのでなかなかブリーチは落ちないんで、ね、ちょっと前ですか、すいません。で2回は絶対チェックした方が、でここで、このバッグのタオルを上にやった方がいいです。これは一番下に薬ついたりするんで、これを上にやらないと結構また背中ついちゃったりするんで、これを上に1回やった方がいいです。そうするともうつかないの で顔周りはしつこいぐらいにチェックします。肌が染まっちゃうんで、今シャンプー台でなじませたんですけど、ちょっとお湯をかけて乳化みたいな感じになじませて、でコーミングをしました。ダメージがあったんで濡れたらコーミングしやすいので、でまたなじんだ状態、髪の毛に、水分をちょっと足すことによって色がなじみやすくなるので、これでまたちょっとお時間を置いていくような感じでダブルプロセスになります。はい、染まったんですけど、ブリーチのダメージからか毛先がちょっとこう引っかかってますね。串が通らない状態、ここがギッて引っかかっちゃってる。で、今日やるのはエクステをつけたいから、エクステでワンレンみたくしたいということなので、そのエクステのベースを作るカットをやりたいと思います。あまりそういうカットの動画ないと思うんですけど、エクステのベースを作る感じ、はい、で前髪をこう流したいというふうにモデルさん言ってるんですけど、はい、今日の撮影も終わりました。ありがとうございました。どうですかね、正直な気持ちでいいんですけど、感想を聞いてるんですよ。なんか最近なんかカラーはどうでした、どうでしたって黒染めだけど、どうですかね。いや、すごい予想より白の線
予想より黒くなった。いやもうこれが良かった。ああ黒くしたかったからね。はい、はい、そうですね。結構黒染めは丁寧に染めないと綺麗に染まらないので皆さん気をつけてください。はい、ダブルプロセスがおすすめです。カットは、カットって言ってもスタイル作ってはいないんだけど、カットはどうでしたか？なくなって、はい。ありがとうございます。はい。だいぶ、エクステは馴染みやすくなり、手触りも良くなりましたよ。だいぶ。はい。だいぶやりやすいと思うので。はい。で、明日、エクステをつけてくるので、その写真は多分送ってくれると思う。わかんない、適当に言ってますけど、はい、エクステを頑張って明日つけてきてください。はい、ということで、今日の撮影もこれで終わりたいと思います。ハイヤマガジのチャンネル、いいねとかシェアしていただければありがたいと思います。これから頑張っていきます。1000動画まで頑張るんで皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。